私ですね、本日体に謎の効く器具をですねつけまして、まあ除夜のケツということでございますので、まずなんか今絶対スパナがいた、やべ、レン君にバレた、やべやべ、ということでね、今年はどのような年でしたでしょうか。やっぱりですね、本日は1年の締めくくり、龍谷ロベル、本日これが本年最後の個人配信となります。この後に私はカウントダウンライブというものを控えているんですけれども、皆さん、除夜の鐘というものはご存知でしょうか。まあ人間の煩悩を払うためですね、鐘を108回つくというような、行事でございますけれども、この欲求をですね、私はケツを叩いて、煩悩をですね払っていこうというようなこととなっております。まあ何言ってるかわからないかと思いますけれども、まあ今から端的に言うと、僕が今から108回お尻を叩きます。もう入ってるトレンド。ですね、よいしょ。今私ズボンを下ろしました。今私は下半身がプッポンポンでございます。こちらの温泉水をですね、これでまずはお尻を清めるというところから。ちなみに皆さん、昨年の反省を生かすわけもなく、温泉水をキンキンに冷やしておりました。終わっております。尋常じゃないぐらいお尻が冷たくなっております。ちなみに私、23時からですね、カウントダウンライブというものに参加をさせていただきます。ならお手の物。そう、龍谷ロベルはケツを叩いた後にアイドルを見れるというなんとも美味しいセットになっております。龍谷ロベルハッピーセットへようこそ。始めてまいりたいと思います。お尻の音がしっかり乗るかどうか確認をさせていただきますので、これは1回にはカウントしません。これリハーサルなんで、これリハーケツなんで、これ聞こえましたか今。除夜のケツ、皆さん1年お勤めご苦労様でございました。では早速参りましょう。除夜のケツ始まります。痛い痛い。ちなみに皆さん、私初おうち 3D です。もう一回言うけど、今プルチンなのよ俺は今。ごめんね、本当にいい大人が申し訳ない。家でよかった、ここが痛い。耳を澄まして聞いてくれ。本当に恥ずかしい話だけど、俺のお尻叩く音を耳を澄まして聞いてもらえるか、一回だけ。ここもう一生のお願い、逆にここで使う、一生のお願いです。僕のお尻を叩く音を耳を澄まして聞いてください。トレンドに入ってるぞ。もっといけ、もっといけ。いいのか日本の大晦日がこれで。痛い。10連ケツやってみる。10連ケツ、10連無料ケツを、龍谷ロベル無料10連ケツ大晦日バージョン、いきます。痛いよね、すっごい痛い。11回やってた。もしかして FGO 方式取っちゃった。もしかしたらフェイトグランドオーダー方式やったかもしれない。ごめんごめん。トレンド5位。トレンド5位来たな。何テクノ。このジョヤのケツがテクノロジーに分類されているらしい。確かにそうだ。だって俺は今自宅なのに 3D でジョヤのケツを配信している。これがテクノロジー以外の何だって言うんだ。やべ、なんかスパナがあった気がする。やべ。で、帰りなさい、帰りなさい。こんなものを見てはいけない。なんかこの、なぜか俺もこの行事に本気になりつつある。意味わからない。俺もやだ。もう4位までいったらしい。4位。ちなみに1位は何なの。1位は、2位は何よ。2位が年越しそば、1位がももクロ。ライジンと年越しそばとももクロ倒さなきゃいけないの俺。真っ赤だ。俺も桃色クローバーみたいなもんだろこれ今。俺桃尻ブレイク Z やってんだから俺今。ノアさんにバレた。ちょっとちょっと待って。ヤゴもリポストしてるぞ。ライジンを超えたらしい。ライジン超えたぞー。あと年越しそばとももクロや。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。この目尻にたまったものってなんだ。みんな俺知らない。今年もまた年の瀬にケツを叩く。ついてこい。痛い。だから一ケツは超えたね。一ケツは超えた。トレンド2位。トレンド2位。あとももクロだけ。つえ、ももクロ強すぎ。ワロタ痛いし、なんか足ひねったし痛い。もう最悪や。いや、この年末本当に叩いてる。え、待って、これ初めてのお 3D でこれやってんの。はい。